まあ、昨日勝ち越しの2点タイムリーを打っているペー、はい、そして、まあね、気分は良くしていると思いますけれどもね、はい、そして今日も先ほどの打席タイムリーヒットを打っています。やはり僕がベンチに座っててもですね、そういう思いですよね、うん、頼むよと、はい、ダブルプレーだけは出したよと、はいはい、だからバッテリーですね、とにかくゴロゾーン、はい、隅田にアウトローに構えます。まず初球は外141キロいっぱいいっぱいアウトロー。やはりゴロゾーンとなるのはそのストライクからボールになるあの外目ですね、外のスライダー、はい、ストライクからボールゾーンですね、それとシュートも投げられますから、はい、内角低めのゾーンですね、はい、今日の涌井の100球目です。バットが折れながらセンターフライ、三塁ランナータッチアップ、中継が入る、そしてその送球それる、しかしそれをバックアップしている涌井、ちょっと隅谷が倒れています。ペーニャの犠牲フライで勝ち越し点になりました。